左側の青線が糸井川静岡構造線。赤線が中央構造線。青線に囲まれたオレンジ色の部分は、ホッサマグナ糸井川静岡構造線とは、新潟県糸井川市の淵付近から諏訪湖を通って安倍川付近に至る大断層線で地質境界でもある。略称は糸聖線。糸井川静岡構造線で、日本は、 西南日本と東北日本に分断される。国の天然記念物、新ークの糸魚川静岡構造線画像の中央、崖の右上から左下に斜めに走るラインが構造線の路頭である。山梨県南駒郡早川町、新ークホ発作マグナパークの路頭1918年に、東北帝国大学の地質学者、古生物学者である、矢部久勝によって提唱された。 しばしば、フォッサマグナと混同されるが、糸井川静岡構造線は、フォッサマグナの西辺であって、フォッサマグナではない。フォッサマグナは、糸西線から東に大きく広がる、地高帯、すなわち、線ではなく、面である。糸井川静岡構造線の西側には、日本アルプスが作られており、飛田山脈や赤石山脈の鉱山が、沿線に連なり、電源を形成する。 地質及び生態系は、伊都西線を境にして大きく異なり、東半分を東北日本、西半分を西南日本という。伊都西線沿線の主な山や高地には、白馬岳、け、乗倉岳、上高地、赤石岳、三信山などが連なる。また地高部には、構造湖の西名三湖、諏訪湖が形成されている。日本海側の東西境界線は、 新潟県と富山県の境に位置する親淵であり、内陸側の東西境界線は諏訪湖である。太平洋側については、あまりはっきりした境界はなく、安倍側の東にある流僧山の南北に伸びる竜詰小状態の東側を通った後、その南端で断層が見られなくなっていて、海岸よりも内陸で構造線が終わっている。 新潟県の糸井川市では大規模な断層が地上に露見している箇所があり、少し離れたところに博物館も作られている。一方太平洋側の静岡県では、糸井川静岡構造線の路頭は、静岡市清水区の黒川林道付近に小規模なものが、静岡大学の報告で知られていた。最近、そこから北に 1.5km 位の西里に、 段差が20メートル近い路頭が、塩沢国尾しによって発見され報告された。現在までに、静岡地学での報告の後の継続調査で、路頭は100メートルにわたっていることが確認されている。なお、場所は、地域を越えた場所にあるため許可なく入ることはできない。山梨県南駒郡早川町新井倉には、逆断層の路頭があり、2001年に、 ニークラの糸井川静岡構造船として国の天然記念物に指定された。また、2007年には糸井川と早川の糸井川静岡構造船が日本の地質100選に選定されたと糸井川静岡構造船。ここをユーラシアプレートと北アメリカプレートの境界とする説もあるが、研究者により衝突様式に関する見解は異なっている。活断層群は 地質協会の糸井川静岡構造線特別するため、糸井川静岡構造線活断層系とも総称され、断層の活動様式、深部地下構造、活動形態などによって大きく4つのセグメントに区分している。ただし、区分分けは今後のさらなる調査結果により変更される可能性があるとしている。なお、平成27年4月24日以前の 評価では3つに区分されていた。日本の活断層の中で最も活動的な断層体の一つとされ、1980年代から活断層の分布調査が行われている。緩い S 字状に屈曲し断続している断層群の総前長は約1 5 8キロメートルで、北は長野県小谷村付近から南は山梨県早川町付近に達する。諏訪湖付近では 諏訪湖南西側を諏訪湖南岸断層群、諏訪湖北東側を諏訪断層群が走るため、区間としては一見重複している。なお、甲府盆地南端の早川町以南の断層線は評価されていないため不明である。横ずれ変異量は少なく上下変異量が卓越する区間。断層線は姫川に沿ってほぼ南北に走り、不規則に屈曲する。 新潟県に都井川市から長野県小谷村までの区間では活断層の存在は知られていない。また、最北部の東側にある西首上山地での活動は終了しており、変動地形学的に見ると活断層ではないとする見解もある。一方、小谷村以南は普段から震源が2 0トルより浅い微小地震、活動の活発な地域で、 有志以降の被害地震も多数記録されている。断層線西側の沈降活動によって生じた、低地は周辺山地で生じた大規模な地滑り崩壊によってせき止められ、水が溜まり、小上白湖、青木湖、中高湖、木崎湖を形成した。また、現在も断層線東側にある西川丘陵は流起を続けている。 他の区間と異なり左をこずれ成分が卓越する区間で、糸井川静岡構造線の中で最も活動的な場所とされ、特に牛伏寺断層では5メートルの14メートル、千年の上下成分変異量が見積もられている。断層線が直線的な牛伏寺断層では、断層線に沿って断層崖が形成され、篠ノ井線と並走する区間がある。 松本市でのボーリング調査やトレンチ調査などで明らかとなった牛伏寺断層の活動歴は7000年間に2回とされ、断層南側の長野県塩尻市で行われた発掘調査でも7000年前から2000年前までに複数回及び3世紀と7世紀に活動をしたと考えられる痕跡が発見されている。活動歴を解明するために、 いくつかの調査が行われているが、活動間隔や最新活動時期は未解明である。西側隆起の逆断層成分が卓越する区間、歴史記録の残る地震はなく、微小地震の発生も少ない。約7000程度年前に、釜梨山断層群から白州断層までの約3 0トル区間が連動した可能性が報告されているが、 検討が不十分とする指摘がある。コンドーラは、富士見町の下津滝断層で5500年前以降3回の断層活動が生じていた可能性を報告している。古文書などの歴史上に残る活動記録が少なく、内陸地震のため海溝型プレート境界地震による津波のような特徴的な痕跡が残らない。 痕跡の由来が地震なのか気象現象によるものなのかの判別が困難などの理由から活動歴は不明点が多い。多くの組み合わせの中から北部と中部、北部と中北部、北部と中部など可能性が高いと考えられる、いくつかの組み合わせの連動地震が想定されている。一方、1970年代から2000年代までに、 行われた歴史地震の調査結果からは、各々の断層の変異速度と活動歴には、明瞭な違いがあり、断層群ごとに異なった活動感覚と変異速度で活動をしているとされている。なお過去の地震活動で、これらの断層が連動して巨大地震を起こしたとする証拠は見つかっていないが、エンダは証拠が見つかっていないだけで、発生なかった証拠ではないとしている。 歴史に記録されている最古の地震は、北部区間での762年のオタリ付近 M7.0 以上と考えられている。地震調査研究推進本部が発表している2016年から30年以内の地震発生確率は、北部区間で M7.7 程度が0.008から16%、中北部区間で M7.6 程度が13から30%、 中南部区間で M7.4 程度が0.8から8%、南部区間で M7.6 程度がほぼ0から0.1%であり、南部以外の3区間はいずれも高いに位置づけられている。1847年の全校時地震以降は20年から25年周期の活動が見られるが、日本海東園の地震活動と密接な関連がある。 歴史に残る活動としては、繰り返しマグニチュード6から7程度の地震の発生が見られる。防災科学技術研究所の白馬高感度地震観測施設線上の地域には2003年度までに防災科学技術研究所により運用される高感度地震観測網の観測施設が約30カ所設置されている。さらに、 2005年度より、糸井川静岡構造線断層帯における重点的調査研究受託事業によるものと、気象庁から移管された観測点を合わせ13カ所の観測点が追加され、2011年現在、約40カ所の観測点により常時観測が行われている。高密度に高精度の観測点が整備された結果、この糸井川静岡構造線活断層計では、 1 0トル程度の精度で震源の位置を決定することが可能となった。いくつかの生物で分布や性質に東西で差異が生じているものがある。ただし、ウォレス線、ベーバー線、ブラキストン線のような厳密な分布境界ではない。例として、糸井川静岡構造線で知られる新潟県糸井川市は2009年に日本初の世界ジオパークに認定された。 2020年11月、文化審議会は、糸井川静岡構造線を天然記念物に指定するよう答申した。1990年には、糸井川市にホッサマグナパークが開設されており、断層路頭の一部が展示されている。ありがとうございます。